これは人間に食べられた者たちが無事に体内から脱出できるかを競う消化管 VS 食べ物の熱き戦いを通して消化吸収を学ぶビデオです。さあ本日も始まりました消化吸収耐久レース。実況は私ネコと解説はネコ森さんでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このレースでは口からスタートした食べ物が激しい消化を耐え抜き無事体内から脱出できるかを競います。はじめにコースの重要ポイントを確認しましょう。まずは口において咀嚼攻撃を耐えなければいけません。その後胸鰓の海である胃が待ち構えます。さらにその後小腸エリアに入り十二指腸空腸と進んでいきます。ここまで耐えられればゴールは目前ということになります。早速今回の選手を見ていきましょう。人間側が食べる本日のランチカツ丼から3選手がエントリーしています。まずは白ご飯からデンプン選手。デンプン選手は糖質の代表ともいえる存在です。グルコースが多数連なった構造をしていますが、これは重要なエネルギー源となりますので人間としてはぜひとも吸収したいところです。インタビューでは俺に胃酸は効かないから大丈夫だと思うと話しております。2人目は豚肉の赤身からタンパク質選手。タンパク質選手は多数のアミノ酸がペプチド結合でつながってできています。こちらも体としては欠かせない栄養素です。インタビューではペプチド結合の力見せてやると話しております。3人目は同じく豚肉の脂身から脂質選手です。脂質選手は多数のトリグリセリドから構成されていて大きなエネルギーを秘めております。こちらも人間にとって重要なエネルギー源です。インタビューでは俺には秘策があると話しています。堂々の風格です。今回のレース糖質、タンパク質、脂質の3大栄養素が揃っているので見応えがありそうですね。猫森さん。そうですね。早々に消化されてしまわないように祈りましょう。さあそうこうしているうちに1人目のデンプン選手が人間によって運ばれていきます。いよいよ消化吸収耐久レーススタートです。長い旅路が今始まりました。まずはスタート地点である口で咀嚼の洗礼を浴びますが、あーなんということでしょう。デンプン選手早くも分解されています。一体何が起きたのでしょうか。リプレイを見てみましょう。唾液に含まれる消化酵素であるアミラーゼによってグルコースの鎖が細かくちぎられていますね。このように短くなった糖の鎖はオリゴ糖と呼ばれています。ご飯が甘く感じるのはここで一部分解されてしまうからです。なるほど。さあデンプン選手分解されながらも次のコース胃へと進んでいきます。胃では強酸性の胃酸が待っていますが大丈夫なのでしょうか。おっと宣言通りこれは平気なようです。希望の光が見えてきたか。さあ胃を通過し小腸のうち十二指腸と呼ばれる部分へ差し掛かります。ここは栄養を吸収する一歩手前の場所ですので人間側としても気合を入れて分解していきたいところですね。猫森さん。そうですね。十二指腸の先空腸で本格的な吸収が行われますから、ここは人間側の強い消化が予想されます。気をつけて参りたいところですが、おっと何でしょうか。前方にある小高い丘から液体が噴出しています。ファーター乳糖ですね。膵臓で作られた膵液が分泌されています。出ました。これまで数々の選手を打ち破ってきた悪魔の消化液膵液です。デンプン選手どうでしょうか。あー全然ダメです。膵液中のアミラーゼによってまたも分解されていきます。オリゴ糖よりさらに細かくなってしまいました。そうですね。いわゆる二糖類といわれるマルトースにまで分解されてしまいました。しかしまだ完全にバラバラというわけではなさそうです。猫森さん。二糖類の状態ではまだ体は吸収できませんからギリギリ耐えていると言えますね。素晴らしいガッツです。このまま走り抜けられるか。さあコースは小腸の始めである十二指腸エリアを抜け空腸に移っていきます。ここは人間側が栄養を吸収する場所ですが、先ほど申し上げたようにデンプン選手は現在二糖のマルトースと言われる状態です。この状態では大きすぎて吸収ができません。
おっと、何が起きているのでしょうか。マルトースが担当に分解されてしまいました。これはどういうことでしょう。腸に存在するマルターゼによって担当のグルコースに分解されてしまいましたね。ご飯選手とうとうグルコースにまで分解され、あえなく吸収されてしまいました。ここでリタイアとなります。残念でしたね。しかし猫森さん、二糖類にはマルトース以外にも砂糖、つまりスクロースやラクトースといったように他にも種類がありますよね。それらはどうなるんでしょうか。腸の表面にはマルターゼだけでなく、スクラーゼ、ラクターゼなど他の二糖類を分解するための酵素もたくさん存在しています。二糖類の墓場ですね。なるほど。エネルギー源である糖を絶対に逃すものかという人間側の熱意、執念、そういったものを感じますね。そうですね。さて、ここまでの様子を学習用にハイライトでまとめました。デンプン選手はスタート直後、唾液に含まれるアミラーゼによって早くも分解され始めます。胃酸は効かなかったものの、十二指腸において水液に含まれるアミラーゼにより再び分解、二糖類であるマルトースになってしまいます。さらにその先、小腸においてマルターゼの攻撃を受け、担当であるグルコースに分解され吸収されてしまいました。さあ、気を取り直して次のレース、タンパク質選手へと参りましょう。このレースでの人間側の戦略はどのようなものになるでしょうか。猫森さん、タンパク質選手はアミノ酸がペプチド結合でたくさんつながってできています。やはりそのままでは吸収できないので、この結合を分解していくのがポイントになりますね。なるほど。人間側としてはなんとかアミノ酸まで分解していきたいところです。さあ、そうこうしているうちにタンパク質選手が満を持してお口へ入場です。先ほどご飯選手に痛手を与えた唾液の洗礼が早速降り注ぎます。ですがここは無事なようです。アミラーゼは糖質専用の酵素なので問題ないですね。出だしは順調です。そのまま胃まで降りていきます。ここで胃酸の海に飛び込みますが、おっと、ここで異変です。タンパク質選手が不自然な方向に曲げられています。そして、あー、分解されバラバラになってしまいました。タンパク質選手、ここで大ダメージです。リプレイを見てみましょう。猫森さん、解説をお願いします。まず pH1 から2という強酸性の胃酸によってタンパク質の構造が壊されています。その後、ペプシンという胃の消化酵素によりより細かい状態にちぎられてしまいました。この状態のタンパク質のことをオリゴペプチドということもあります。胃酸とペプシンのダブルパンチで強固なペプチド結合が破壊されてしまいました。より細かいオリゴペプチドとなって先へ進みます。しかし猫森さん、胃の細胞もまた豊富なタンパク質でできていますよね。なぜ細胞は無事なんでしょうか。胃の表面は粘液によって強酸性の胃液やペプシンから守られているので問題ありません。ペプシンを作って分泌している主細胞はどうなんでしょうか。こちらは無事なんでしょうか。実は胃の細胞はペプシンではなくペプシノーゲンという物質を分泌しています。ペプシノーゲンの状態ではタンパク質分解作用はありませんので安心です。ただし分泌され胃酸に触れるとペプシンに進化して分解作用を持ちます。なるほど、巧妙な仕組みだったんですね。そうですね。その他、胃酸は強酸性による殺菌なども行います。想像以上の働きっぷりです。さて、タンパク質選手の動きに戻りましょう。ペプシンにより分解され細かくなってしまいましたが、まだ耐えています。そのままコースは十二指腸へと差し掛かります。無事に通り抜けることはできるか。出ました、水液です。さあ、タンパク質選手どうだ。ダメです、ボロボロと分解されていきます。水液に含まれるトリプシンやキモトリプシンなどの酵素によってさらに細かく分解されてしまっていますね。やはり水液、タンパク質も逃しません。猫森さん、これらの酵素も分泌前は細胞のタンパク質を傷つけないようになっているのでしょうか。そうですね。例えばトリプシンは
元はトリプシノーゲンという状態で、分泌後に活性化してトリプシンとなります。なるほど。さてタンパク質選手ですが、まだギリギリアミノ酸にはなっていません。多少つながっています。このままいけば吸収されずにゴールできそうです。そのまま小腸のうち空腸エリアと進んでいきます。あーダメです。どんどんアミノ酸になっていきます。何が起きているのでしょうか。小腸に存在するペプチダーゼによって最後のペプチド結合が失われてしまいましたね。タンパク質選手、ここで無念の吸収となります。胃の連携プレーが大きな敗因でしたね。そうですね。さてハイライトです。タンパク質選手、スタートの口では問題なかったものの、胃において胃酸とペプシンのダブルパンチをもらい、オリゴペプチドに分解。続いて小腸の十二指腸エリアにおいても、水液に含まれるトリプシンなどの消化酵素でさらに細かくなってしまいました。この段階まではなんとかペプチド結合が残っていましたが、さらに進んだ空腸部分でペプチダーゼに遭遇。アミノ酸までバラバラになってしまい、無念の吸収です。さあ本日ラストとなる脂質選手です。脂質選手はいわゆる油ですが、構造的にはトリグリセリドの塊ですね。猫森さん。そうですね。トリグリセリドはエネルギー源としても体を作るためにも重要なので、人間側としてはこれも欠かさず吸収したいところですね。なるほど。さあ本日最後のレースです。脂質選手が口から入場していきます。早速唾液の洗礼を浴びますが、タンパク質同様アミラーゼは平気なようです。そのまま胃に降りていきます。タンパク質選手に大打撃を与えた胃酸とペプシンの攻撃ですが、これもスルー、全く効いていません。アミラーゼは糖質専用、ペプシンはタンパク質専用なので全く問題ないですね。脂質選手余裕の表情です。これは勝利が見えたか。さあ難所の十二指腸に差し掛かります。ここで悪魔の液体水液が脂質選手に襲いかかります。さあこれはどうだ。あー脂質選手、分解が始まっています。水液に含まれるリパーゼによって少し分解されていますね。なんということでしょう。水液は糖質、タンパク質、脂質全てに対しての酵素を含んでいる、まさに悪魔の消化液です。ただこれまでと違い、あまり分解が進んでいないようですね。猫森さん。そうですね。そもそも油である脂質選手は疎水性、つまり水を弾きますので消化液とうまく混じってくれません。そのためリパーゼは外側のトリグリセリドにしか作用することができず、うまく分解が進んでいません。なんということでしょう。そもそも消化液と混ざらなければいいという素晴らしい戦術です。悪魔の水液でさえ脂質の前では苦戦を強いられています。これは人間側打つ手なしです。ゴールが見えてきたか。むむ、少々お待ちください。今コース外から通信が入りました。報告によりますと、胆嚢から謎の物質が放出されたとのことです。これは来ますよ。あれが来ます。ファーターニュートンに注目です。うわー、何でしょうか。あれはファーターニュートンから謎の液体が噴出しています。胆汁ですね。ここからがすごいですよ。一体何が起ころうとしているのでしょうか。おや、胆汁に含まれる胆汁酸が脂質選手に集まっていきます。そしてなんということでしょう。脂質選手を包み込んで細かくしています。そしてそこにリパーゼが殺到だ。勝負ありましたね。なんという展開でしょう。ねえ小森さん、解説をお願いします。一つずつ見ていきましょう。まず胆汁に含まれる胆汁酸には脂質を細かく包み込んで水と混ざりやすくすることができるという性質があります。こういう性質を持つ物質は水と油の中を取り持つので両親媒性物質と言います。そんな性質があるんですね。いわゆる乳化と言われる現象でしょうか。そうですね、乳化です。石鹸や洗剤も同じ原理で油汚れを水に溶かします。界面活性剤といった方が分かりやすいかもしれません。なるほど。そして脂質が水と混ざりやすくなったことでリパーゼが効果的に働けるようになったというわけです。
そういうことだったんですね。脂質選手の奇策も人間側によって破られてしまいました。さて満身創痍の脂質選手、なんとか先のエリア空調に進んでいきますが、あーっとここにもリパージュが存在しています。ここであえなく完全に消化されてしまいました。しかし猫森さん、脂質選手のトリグリセリドですが、分解された後はどのような物質になっているんでしょうか？そうですね、トリグリセリドは2つの脂肪酸とモノグリセリドに分解されます。これらの分解産物は胆汁酸とともにミセルといわれる小さな集合体を作って吸収されていくことになります。ありがとうございます。それでは脂質選手のハイライトです。口から胃まで無傷で通過した脂質選手ですが、十二指腸において水液のリパーゼによりダメージを受けます。しかし固まってリパーゼを寄せ付けないという秘策を隠していました。しかし人間も胆汁分泌という秘策を用意。胆汁酸によりバラバラになってしまった脂質選手にリパーゼが殺到。続く空調でもリパーゼによる分解が続き、最後はミセル化して吸収されてしまいました。さて本日のレースはデンプン選手、タンパク質選手、脂質選手の3名でお送りいたしましたが、全員吸収という結果に終わりました。人間側の完璧な対策が見られましたね。そうですね、逆に人間側で消化できないものなどあるんでしょうか？いわゆる食物繊維と呼ばれるものの消化はできません。食物繊維とは植物に含まれるセルロースやペクチンなどの物質のことですが、これに対応する消化酵素を人間は持っていないからです。なるほど。ただし牛などの草食動物は消化が可能です。セルロースはデンプンと同じようにグルコースからできているので、分解できればいいエネルギー源になります。それで美味しそうに草を食べているんですね。さてお時間となりました。猫森さん、次回のレースではぜひゴールしてほしいものですね。そうですね、食物繊維が豊富な選手はよくゴールしています。例えば それではごきげんよう、さようなら。